皆さんこんにちは。私はスガンマグループベトナムの代表のスガンマクラクです。この度は同和大学の日本ジョブフェアの開催、誠におめでとうございます。新型コロナウイルスは世界的に蔓延する中、このようなフェアが開催できることを大変喜ばしく思っております。フェア開催に向けてですね、佐野学長を含めて皆様方のですね、学校の皆様方のご尽力により開催できたことだと思いますので、私自身感謝の気持ちをお伝えできればなと思います。さて、本日このような貴重な時間をいただきましたので、この場を借りて3つほどお話しさせていただければなと思います。まず一つ目なんですけども、私たち菅沼グループは今、同和大学と日本企業の様々な法人様とですね、教育のプロジェクトの支援をさせていただいています。具体的には、愛人会様、クックビズ様、シダックス様、アゼリー様、その他、日本の企業から見てもですね、大変魅力的な、有力な企業の皆様と一緒に、人材教育や事業連携などを精神的な取り組みをさせていただいています。日本とベトナムという違う国同士、コロナの影響の中、直接会って話すことができない中、困難なプロジェクトもたくさんありますけれども、確実に一つ一つ前に進んでおります。一つ目に話しましたように、日本の企業と法人とのプロジェクトをこれからもっと拡大していきたいと思っております。なぜなら、ここ同和大学やベトナムの学生にはとても意欲があり、様々なチャレンジができると我々は判断しております。またベトナムのことをよく知らない日本の会社にこのことをお話ししまして、ベトナムでお互いにチャレンジする機会を、たくさん作っていくつもりです。最後に、このように私たちベトナム同和大学、そして勉強したいと希望を持っている学生の皆さんにとってとても大きな可能性を感じております。今、世界中が厳しい状況のある中で、このように未来を感じることができるのは、大変素晴らしいと思っています。大きなフェスティバルに開催されて、参加されている皆様は、誰しもが、可能性を考えられていると思いますので、今後勉強してですね、日本で活躍する、または世界で活躍する可能性がある、このベトナム、または同和大学でですね、さらに勉強、または、活動していただきながらですね、必ず未来が開ける場所だと信じてですね、この同和大学の学生生活を有意義に過ごしていただければなと思っています。で、将来の夢を実現するために我々も最大限の、ご支援をさせていただくつもりですので、引き続き菅沼グループ及び同和大学、ジャーナンの皆様方の健康の発展を祈りまして、ここで挨拶を返させていただきます。どうもありがとうございました。